はい、どうもタクタクです、実況プレイ今回もやっていこうと思います。今回やるゲームは今回もフリーゲーム、クレガ丘学園と読むのかすらちょっとよくわかんないです。わかんないんですけど、このホラーゲームをやっていきたいと思います。今回もフリームさんからダウンロードしてきました。で、予備知識もないんですが、早速やっていこう。行こう。あれ、よし。クレガ丘学園って知ってる？お、急になんか話、誰かに話してる感じだな。あんまり知られていない都市伝説なんだけどさ、こっちもカミカミだね。深夜3時に学校の鏡を見るとクレガ丘学園に迷い込むんだって。迷い込んで出てきた人はいないらしいよ。ほう、ありがちな都市伝説というか怪談というか。お、かわいい、かわいいな。え、これ主人公の名前、名前、え、なんて読むんだろう。え、これ名前か、そもそも。鮮魚とかの鮮に花、鮮花、鮮花のやつっていうの。あ、ちょっと待てよ。戦火のやつ、こんな夜中にどこに行ったんだ。あ、人の名前の、あのやつはあれか。人の名前じゃないのか。え、戦火じゃないな。ちょっとここでいきなり止まって申し訳ないんですけど、読み方がわからない。あ、あざかかな。あざやかの、あざに花で、あざか。あざかのやつだ。あざかのやつ、こんな夜中にどこに行ったんだ。結構ね、フリーゲームは、ちょっと、振り仮名がな少ないですな。で、僕のようなちょっと進めよう。はい、もう消灯時間過ぎているっていうのに。ほうほう。ということはこの子はアザカではなくて、こっちの緑の髪の人がアザカ。かわいい。いや、二人ともかわいいな。アザカ、待って。待てか、あれ、どこに行ったんだ。とりあえずアザカを探そう。もういきなり気になるんだけど、とりあえずセーブしてみようか。データありません。何個出てきるんでしょう。5678102。おお、20個のデータセーブできる。安心だな、このセーブが大好きな俺にとっては。あ、主人公の名前は小雪ちゃんです。小雪。可愛いですね、ショートカットで。考える？新しいな。新しいな、こういうゲームでは。考える。うだうだ悩んでても仕方ないな。あ、すいません。よくうだうだ悩むんですけど。アイテム。うん、何も持っていない。装備。待て。あ、右手がなんか名前、99ユキ。あ、どういうことだ。右手、99ユキ。つくもユキ。意味がわからない。小雪だよね、主人公の名前。これが何？武器的な感じなの？セーラー服。学校誌のセーラー。あ、下に説明が書いてる。待て。ちょっと待って。下の説明を見てないでちょっと今話してたんですけど、よく下を見たら、小雪の哀悼って書いてるな。つくもゆきっていう名前の武器なんだ。あ、これもう戦闘のあるゲームなんだ。おー、いいですね。ちょっと面白そうだな。つくもゆき。あー、外してしまった。ちょっと外さない。戻りたいんだけど。あ、戻った。こういう感じですね。セーラー服は外れるのかな。あ、もう今。はい、ダメな大人になってしまいました。じゃあちょっと着せておきながらも進めていこうか。よし、これはなんだ。クレガ丘学園へようこそ。クレガ丘学園？私は日の出丘学園にいたはずなのに。私の学校は日の出。まあいいや。アザカはどこ？一体どこに？アザカ。ここだよな、明らかに。多分都市伝説のやつでしょう。調べようか。ただの鏡だ。あれ？あれ？違うの？あ、もういける。あ、いた。おい、待てよ。ちょ、待てよ。ああ。あれ、どこ行った？あれ、どこ行った？あざかは一体どこに？あ
そっか、どこ行っちゃった。ここの中にいるじゃん。鍵がかかってる。おお、びっくりした。なんでゲームオーバー？ちょっと待って、棚を調べただけだよね。棚を調べた。あ、始めからにしてしまった。棚を調べるとゲームオーバーになるゲーム、なかなか斬新だな。何これ、どういうことだ、どういうことだ。ちょっと待って、あ、なんか紙が貼ってあるな。教室には危険がいっぱい。いや、これマジか。ちょっと死にすぎだろ。死にすぎだ。ちょっと、教室には危険がいっぱい。もうどこも調べられないんじゃない？じゃあ、こことかもダメ？あ、ダメだ。もうどこも調べられないじゃないか。どういう状態これ。ちょっと一回出てみようか。廊下が消えてる。意味がわからない。意味がわからないし、何あの、白い赤ちゃんかなんかわかんないけど、なんか、白いやつはなんだ？廊下が消えてる。やばい。ああ、やっぱりそうなるよね。ちょっと待って、教室どころか廊下も危険だし、どうすればいいんだ。出ます、入ります。ああ、びっくりした。今のは何だったんだ。あれ、こんな教室だったか。確かに張り紙もなくなっている。あ、調べても知らない。クレーガー丘学園について。これどうしようか。これが一番気になるけど、上から読んでいこうか。学級日誌14月×日晴れ、新しい学級が始まった。毎日学級日誌をつけることになった。何を書けばいいのかわからない。追記、学級日誌は学級委員長がつける。日直にやらせればいいと思う。ということだ。5月、学級日誌といっても誰も読まない。存在していることすら忘れられている。先生も書いてくれと言ったことを忘れているようだ。もう終わってるね。6月、晴れ、クラスにも慣れてきた。寮の友達もできた。毎日が楽しい。なるほど、寮生なんだね。7月、雨、そろそろ夏休みが始まる。みんなは実家に帰るらしい。先生はどうするんだろう。方法、じゃあ2を読もうか。8、曇り、8月ね。学校がないけど暇なので教室に来た。鍵が開いてる。先生は学校に残っているみたい。暇だから学校に来るってなかなかないな。学校はつまらない。寮もつまらない。誰もいない。先生はいる。ああ、はい。先生が実家に帰った。帰る家のある人は羨ましい。早く先生が帰ってくればいいのに。ああ、これも日誌を書いている学級委員長は、ちょっと寂しいガリ屋さんというか、家族がいないのかな？そろそろ夏休みが終わる。クラスのみんなが寮に戻ってくる。また学校が始まる。憂鬱だ。どうして？どうしてだ？みんなといた方がいいんじゃないのか？まあ、その謎は3で解けるかもしれない。新学期が始まった。体育室じゃない。体育祭に向けて準備を始めている。先生も楽しそうだ。さっきから吹き出してばっかりだな。9月、晴れ。今日は体育祭だった。優勝はできなかったけれども、健闘した。先生も褒めてくれた。10月、曇り。文化祭の準備を始めている。最近は寮に戻っても文化祭の準備をやっている。忙しいけれども、先生が褒めてくれるから頑張れる。面白い本を見つけた。最近先生がよそよそしい。前みたいにお話ししたいのに。どういうことだ？面白い本を見つけた。でもきっとこの本を読んで勉強すれば、先生もまた前みたいに、褒めてくれるはず。ほう。先生が好きな本を、情報を共有する的な感じか。クレガオカ学園について。ところどころかすれていて読めない。クレガオカ学園は今年で、創立100年を誇る伝統のある学校です。ほう、読めないのかな。全寮生の体制を整え、教師生徒ともに同じ寮で生活をし、絆を深めております。ほうほうほう。何か奥にあるようだ。何何？あ、黒い本。はい。
これ大丈夫か、これちょっと死亡フラグにつながったりとかしない、これ開けちゃなんかね、さっきのただ調べるだけで死ぬようなゲームだからね。黒い本読もうか。儀式について。この儀式を行い成功すれば願いを永遠にできる。ただし失敗すれば命を落とす。儀式は年たっ、まあいいや、その最も日の短い時の牛の刻に行う。誰にも儀式を見られてはいけない。誰かに見られて儀式に失敗した場合、永久に異界をさまようことになる。いわゆるあれだな、牛の刻参り的な感じかな。藁人形にこう釘を打ちつける。ここから先は黒く塗りつぶされていて読むことができない。ページの間に何か挟み込まれている。ノートの切れ端を手に入れた。ほうほう、じゃあもうあれだ、クレガオカ学園っていうとこにいるわけですね今。ちょっともう、もうちょっと、もう分かったよ。教室は危険がいっぱいなんでしょ。お、なんかここだけおかしいな。ぐちゃぐちゃに荒らされている。机の中を探りますか。はい。ちょっと錆びた鍵を手に入れた。ほうほう、何もない。鍵がかかって、あ、ここか。はい。掃除用具が入っている。下の方に何か落ちている。取りますか。ボロボロの封筒を手に入れた。ボロボロの封筒。間違った。もうこれ死にゲーすぎるな。このなんかもう一見強いの、この小雪強いのかなと思っちゃったんですよね。このなんかつくも雪みたいな、そういうなんかね、哀悼を持って、あ、外しちゃったけど全然違いましたね。どうしたものか。まあ、とりあえずここを取りこれ取りますよね。というかもうセーブしようもここで、細かいセーブが大切です。はい。でアイテムちょっと見てみたいな。かろうじて形を保っている封筒。はあ、ボロボロのお守り、ああ中に入ってたのか。用具入れの鍵、あ、用具入れの鍵の手に入れた。ほうほう、学級日誌というより個人の日記じゃないか。おう、こういうあれか、ちょっとヒントもくれるのか。クレガオカ学園、前にアザカが言っていたところか。あ、話してたのは小雪とアザカだったわけね。ほうほう、用具入れの鍵をじゃあ使ってみようか。とりあえずなんか下手に調べると死んじゃうからさ、こことかもどうなんですか。あ、あ、来た。先生、今までありがとうございました。さようなら。卒業式か。卒業式かの意味はわかんない。よし。じゃあ、ここだと思うから、開けます。はい。髪の毛が詰まっている。怖っ。どうしますか。髪の毛どかすでしょ。髪が落ちている。儀式に失敗した場合。儀式に失敗した場合。異界に取り込まれる。取り込まれる対象は以下のものである。儀式を行った場所、儀式を行った人物、儀式の対象。ほう、じゃあ失敗したんだね。これはクレガオカ学園で誰かが、多分委員長じゃないかと俺は予想したんだが、今異界に取り込まれるものは元の世界から存在が抹消される。ただしありどころとなった場所は残る。でいいですか、これ読み方。はい。迷い込んだ人間が異世界のものを持ち出した場合、異世界に取り込まれる。元の世界から異界に迷い込んだ場合、儀式に使われた対象と一番関連のある何々を何々にかざせば。なるほど。戻れる方法は何かに何かをかざさせばいい。紙だけど。かざせばいいわけだ。まあとりあえずね、アザカを探しに行こうといったところで、パート1は一旦終わりたいと思います。次回からは、まあ、外ですね、廊下を探検するのとアザカを探していきましょう。はい、それではまた次回ご覧ください。ではまた。